スウェーデンが nato 加盟へ対ロシアバルト海防衛強化。ハンガリーのオルバン。首相は24日スウェーデンの北大西洋条約機構 nato 加盟を支持する考えを表明した。スウェーデンの加盟が実現する。見通しとなった。ロシアと欧州に面する。バルト海はウクライナ侵攻を続ける。ロシア以外のすべての沿岸国が NATO 加盟国となる。 NATO ににとって防衛力強化につながるトルコ議会が23日にスウェーデンの加盟を承認する法案を可決批准を終えていないハンガリーの対応が焦点となっていたスウェーデンはロシアがウクライナに侵攻した2022年脅威の高まりを受けて加盟申請していたスウェーデンが加盟すれば32カ国目の加盟国となる。 危機の韓日関係連続診断31不安な韓半島の地政学的状況いつもよりも切実な韓米日協力チヤンヒョン国立外交院日本研究センター長派閥は1955年体制が始まった後1980年代と90年代の政治改革でも変わらなかった日本政治の DNA に刻み込まれているものだ 日本は今、派閥解体を約束しているが、おそらく今の逆風が過ぎ去れば、過去の政治改革がそうであったように、派閥構図が復元される可能性がある。一方、韓日の過去の問題に関連し、国民的な自尊心と現実的な関係改善の必要性の間で、国論が二分化している。指導者が直接、 なぜ韓国が日本と手を握るべきかを説得する努力が必要だ。ユ・ビョンファン元外交部長官ウクライナ戦争が続き長露間の密着が加速化しその余波が韓半島朝鮮半島にまで及ぶことを誰が予想しただろうかまた中東でも葛藤が広がっている現在の地政学的状況で韓米日の協力はいつよりも切実だ。 11月の米大統領選挙でトランプ前大統領が当選する場合、韓日は力を合わせてトランプ氏を多方面から説得する必要がある。一方、9月の自民党総裁選までは岸田首相が職を維持すると予想する。派閥は日本の体制的な要素であり、消えにくい。チェ・サン・ヨン考慮大名誉教授、自民党の現政局にもかかわらず、 日本の平均的な世論は比較的淡々としている国論の分裂はない歴史は変化と連続性という大きな枠で見ることができるが日本は連続性の文化政治と説明できる世界主要国のうち王朝が一度も変わらなかった国は日本が唯一だ当分は自民党中心の日本保守政治の基調は変わらないだろう新学ガクス元駐日大使 日本の政治において自民党の地位が揺らぐとは考えにくいたとえ首相が交代しても自民党の基本路線には大きな変化がないだろうただ昨年我々の外交の最も大きな成果である韓日関係改善韓米同盟強化韓米日協力アップグレードが3カ国の国内政治変数によって揺らぐ可能性が高まった 昨年の成果が前に進むよう管理することが今年の課題だ韓国は日本のコップの半分を満たす努力が不足していることに不満があり日本は韓国が果たして強制動員問題を第三者弁裁案に基づいて完全に解決するかに不安がある状況だ習近平側近集団で大権力闘争の予兆早くも李強首相はしご外し 代わりに大統領のサイキら、福建組が金融危機対策の指揮権握った。李強首相だけがいない。1月16日、中国共産党中央党校の省部級主要幹部の金融発展推進学習班始業式が北京にて開催され、習近平主席は自ら出席、重要講話を行った。翌日の人民日報の発表によると、 始業式には、習近平主席以下、6名の中央政治局常務委員と、政治局員、全人代副委員長、国務委員、政治協商会議副主席、最高裁判所裁判長、最高検察員委員長、中央軍事委員会委員らが揃って出席したという。このような会議はいわば金融問題の範囲をはるかに超えて、まさに政権挙げての 最高国務会議の様相を呈しているしかしながらこの最高レベルの重要会議に本来なら一番出席すべき人物がやはり欠席している政治局常務委員国務委員総理首相の李強氏である金融をテーマとする最高国務会議には首相が出席しないのは普段ではありえないことである李強氏の日程を調べてみると彼は1月14日から 公式訪問と国際会議参加のためにスイスを訪れ、16日当日は確かにスイスにいた。それが彼による重要会議欠席の表向きの理由にはなるが、よく考えてみれば、前日の始業式は全く緊急性のない会合であるがために、本来李氏がスイス訪問の前に開くこともできれば、彼の帰国後で開くのも別に遅くはない。 結局のところ首相の出席すべき会議が李首相の留守中に開催されたことはむしろ最初から李首相を外しておきたい前提で開催されたのではないかと思われるもちろんわざと李首相の留守中のタイミングを選んで重要会議開催日程を決めたのは習近平主席であるはずつまり習主席は自らの腹心の李首相を 政権挙げての最高会議から意図的に外したわけである。昨年10月にも、実は習主席が李首相を金融関係の重要行動から外したことは以前にもある。昨年10月24日、習主席は、カ律法政治局員副首相の随行で中国人民銀行と外貨管理局を訪問したが、その時も李強首相はその場にいなかった。 中国では人民銀行と外貨管理局の両方は中央政府である国務委員会の所属機関両方のトップの上司は国務委員総理すなわち首相である従って普段人民銀行や外貨管理局を訪問して視察したり現場指導を行ったりするのは当然首相の権限内の仕事であるさすがの共産党政権下でも首席が首相管轄下の部門に 直接にタッチしないのは、これまでの暗黙なルールであり、一般的な慣例である。したがって、習主席による前日の人民銀行外貨管理局訪問は、これまでのルールを破った異例な行動である。首相の李強氏が主席の訪問に随行しなかったことは、さらに異様李首相が人民銀行外貨管理局の管轄責任者であるから、主席の両部門訪問、 視察に立ち会うのが普通である李首相は習主席の側近中の側近であればなおさらであるその時の李首相の活動日程を調べると彼が10月24日の午後に外国訪問のために北京から出発したと報じられているが逆に言えば習主席はわざと李首相が北京を離れた日を選んで李首相の縄張りであるはずの人民銀行 外貨管理局をを訪問しし露骨な李首相外しを行った結局、習主席は昨年10月の中央銀行訪問に続いて、前述の今年1月16日の金融関連重要会議からも、李首相を外した。しかも両方とも、李首相の外遊を狙っての外しであって、手口は全く同じである。もちろんその意味するところは、すなわち、 中国経済の心臓部門である金融の管理に関して、習主席は側近の李首相をもはや信頼しなくなっていることであって、李首相を外した形で、来たるべき金融危機などへ対応に自ら乗り出したわけである。習近平一の副審再起。1月16日の金融学習班始業式でもう一つ注目すべきポイントとして、式典の司会を務めて、 総括講話を行ったのが習近平一の副審政治局常務委員佐伯氏であることが挙げられる本来政権内における蔡氏の仕事の担当は当務イデオロギーであって金融管理を含めた経済運営は全く彼の管轄範囲外であるが外された李首相の代わりに蔡氏が上述の学習班始業式の司会を引き受けながら総括講話までを行ったのは やはり尋常ではりでないそして1月19日、上述の学習班の終業式には、今度は祭祀が中心人物として出席し、再び総括講話を行った。その日、首相の李氏はすでに外遊から帰国、帰京したにもかかわらず、やはりその場には呼ばれていなかった。これでは李首相は、本来の重要職務の一つである、 金融管理から完全に外されている格好になる。その代わりに、蔡氏は、党中央宣伝部長や、公安局長などを従えて、前日の終業式に臨み、総括講話を行い、それが翌日の人民日報一面にも大きく掲載された。名目上は、党内序列ナンバー5の蔡氏は今、ナンバー2の李首相を圧倒して、経済の運営にも触手を伸ばしてきて、 まさに習政権の一番の献身となっているという様相である。